三角関数のの定理についての第2回今回は整説、つまりンジェントについての加法定理について学びます。制限予言についての加法定理これがしっかり頭に入っているとタンジェント・整説についての加法定理を一瞬にして導くことができるんですね。テキスト3ページの4行目。正説については 5行目。タンジェントカッコアルファプラスベータカッコ閉じる。これは、コーサインカッコアルファプラスベータカッコ閉じる分のサインカッコ開いてアルファプラスベータカッコ閉じる。ここにコーサイン分のサインこうなるわけですね。コーサイン分のサインこうにコーサイン分のサインってこうなるわけですね。コーサイン分のサインってに表現できたら、それぞれ分子分母、えそれを過法定理で展開していきます。分子サインカッコアルファプラスベータカッコ閉じるは、サインアルファコサインベータプラスコサインアルファサインベータ。 え分母、コサイン n e カッコアルファプラスベータ。これはコサインアルファコサインベータ、マイナスサインアルファサインベータ。こういうところで符号がプラスマイナスとこう入れ替わるところが難しいっていうふうに思われる人いるんですが、コサイン、えー、の場合、実はアルファプラスベータのコサインよりも、本当はアルファマイナスベータの場合のコサインの方が、本当は姿形がいいんだってですね。 それが6行目の方で、t a n イナスベ α-β だと,と、分子分母、それが sin カッコ α-β カッコ閉じる。分母、c o s i カッコを開いて α-β カッコ閉じる。こうなって、c o s ナスの α-β っていうのは、過法定理展開すると、c o s ファ α c o s ベー β プラス sin α-sin β。こういうふうになるわけですね。c o s スベ α-β がこうなるので、c o s スベー β の方は、5行目の方の右辺。 分文のとこにマイナスがつくことになります。サインについては、5行目の式。サインの α プラス β タという方は、サイン α コサインベータプラスコサイン α サインベータでありますが、6行目のように、サインカッコ α マイナス β カッコ10場合は、サイン α コサインベータマイナスコサイン α サインベータとなる。最初のうち、これ機械的に覚えをするとなかなか辛いものがありますね。でも、一つだけを覚えれば、 他の三つは、スラスラと出てくる。こういうことがわかると、とても安心感が出てきます。で安心感が出ると、実は、公式も自然に頭の中に整理されるようになります。さて、このようにして、タンジェントアルファプラスベータ、タンジェントアルファマイナスベータは、サインアルファやコサインアルファ、サインベータやコサインベータがわかると、その値がわかる。 という公式まで作ることができたんですが、さらに次の段階、これは大事です。7行目。この式の分子と分母、それをですね、c o s サイ c o s タで割ってやる。で、そうすると5行目の式はどうなるか。5行目の式、分子分母を c o s サイ c o s タで割るんですよ。で、分子の方は、まず最初の式、c o s タ消し合って、c o s ァ分の s i n ァ プラス、第二項は、コサインアルファが消し合って、コサインベータ分のサインベータってなります。で、コサイン分のサインは、タンジェントだ。っていうふうに考えると、分子がタンジェントアルファ、プラスタンジェントベータ。こういうふうになる。他方、分母の方は、コサインアルファかけるコサインベータで割りますと、第一項が1。で、第二項が、コサインアルファ分のサインアルファかける、コサインベータ分のサインベータ。 すなわち、えー、分母は1マイナスタンジェントアルファ×タンジェントベータとなるということですね。10行目、えー、であります。タンジェントカッコアルファプラスベータカッコ閉じるは、イコール、分数で、分子がタンジェントアルファプラスタンジェントベータ、分母が1マイナスタンジェントアルファタンジェントベータ。で、他方、タンジェントのアルファマイナスベータの方はどうか。これは6行目の式。 この分子分母をコサンファコサインベータで割るわけでありますから、先ほどの10行目のカッコ5、これと同様でありますね。符号がちょっと違うだけ。こういうふうにして、11行目の式が出てきます。 この10行目、11行目の式、まあ分数が出てきて、かつ符号がプラスマイナスとかいろんなところに出てくるので、最初のうちはとても覚えづらいっていうふうに思うのですけれども、この公式をマスターするために、一番皆さんにお勧めしたい方法は、5行目と6行目のように考えると。タンジェントについての過方定理を出すときには、サインとコサインについての過方定理に帰着させればよいと。 で、分子分母をコサインアルファかけるコサインベータで割る。こういう計算をすることによって、10行目、11行目の過法定理が導かれるんだっていうこと。これをしっかりと理解することです。で、そういうふうにして理解ができますと、例えば12行目の例。こんな問題、すぐ解きますね。12分の π。12分の π っていうのは、いわゆる度数法で言えば15度になりますね。で、15度という角度は、 60度マイナス45度。例えばそういう風うに考えることができます。そうすると、12行目のように、タンジェント12分の π は、タンジェント3分の π マイナス4分の π。タンジェントのカッコ開いて3分の π マイナス4分の π カッコ閉じると。60度マイナス45度で15度っていうのを計算したということですね。でもちろん、これ以外の方法もあります。15度というのは45度マイナス30度と考えることができますから、 12行目の真ん中の式。これに対応して、その上にちょっと書き込んでいただきたいんですが、タンジェント、カッコ開いて、4分の π マイナス6分の π カッコ閉じる。こういうふうにして計算することもできるっていうわけです。で、ひとたびそのように表すことができたならば、3分の π とか4分の π、あるいは4分の π とか6分の π についてのタンジェントの値が分かれば、12分の π についてのタンジェントの値も分かるというわけですね。 私たちは十二行目、最後の式。分子がタンジェント三分の π マイナスタンジェント四分の π。分母が一プラスタンジェント三分の π ジェント四分の π。の π というわけですね。タンジェント三分の π とかタンジェント四分の π の。ルート三とか一値を代入しますと、計算すると十三行目に二マイナスルート三こういうようになります。で、これがタンジェント十五度の値である。ということで,ですね。 同じような趣旨で、この15度ではなく、75度とか105度についてのタンジェントの値を求めなさいっていうのが、14行目以降の問いであります。12分の 5π。これはまあ12分の π の5倍ですから、75度なわけですね。75度というのは、例えば45度プラス30度というふうに考えることができますね。45度プラス30度ということは、4分の π。 プラス6分の π。例えばそういう風うにして、えー、12分の 5π を書き直してやる。そうすれば、えー、タンジェント12分の 5π の値も計算できるはずです。括弧には、12分の 7π。これ105度になりますね。105度というのは、60度プラス45度だと。そういう風うに考えることができますね。ということは、3分の π プラス4分の π。 こういうふうに考えることによって12分の7倍が分かるというわけです。タンジェントの加法定理は意外に重要なんですね。このタンジェント加法定理についての意外に重要な応用。これについては後の方でですね、えー、触れることになると思いますが、とりあえず今の段階ではタンジェントについての加法定理の基本形、1二行目と11行目の公式、カッコ5、カッコ6、これを しっかりと独力で導くことができるそういうふうに練習をすることです決して機械的な暗記に逃げないようにしてください人間というのは面白いもので一旦逃げ出すと敗損は止まらないんですねしかしこんなことでへこたれないぞというふうに思って頑張ると大きな困難も実は突破するのが意外に簡単だということ皆さんはいろんな場面で経験することだと思いますが こういう三角関数のめんどくさい公式のところで、まずしっかりと経験していただきたいと思います。